東方丈介、母親の名は智子、父親の名はジョセフ・ジョースター。君のお母さんが大学生の時に二人は知り合い、そして別れた後に君が生まれた。許せ。ジョセフが君の存在に気づいたのはつい最近のことだ。俺はジョセフの孫の空城城太郎。奇妙だが血縁上では君の甥にあたる。甥？俺がおじさん。はあ、どうも。ジョセフは79歳、まだ元気だが、いずれ君には彼の財産の3分の1が譲られる。もっともおかげでジョセフの浮気がバレてジョースター家は大騒ぎだ。え？大騒ぎなんですか？ああ、ばあさんが結婚61年目にして怒りの頂点ってやつだ。すいませんです、俺のせいでお騒がせして。おい、ちょっと待ちな。一体何をいきなり謝ろうってんだ？やっぱり家族がトラブルを起こすのはまずいですよ。母は真剣に恋をして俺を産んだと言ってます。俺もそれで納得してます。俺にはじいちゃんもいて、3人で楽しく生きてます。だから気を使わなくていいって。その父さんですか、ジョースターさんに言ってください。以上です。待て、話はまだある。ジョースケ、お前変なものが見えたりしないか？そうだな、例えるなら悪霊みたいな。見えるんだな。ジョースケ君、話はもう終わったの？ああ、ジョジョ先輩髪の毛にゴミついてる、取ってあげる。ねえダメ、ジョジョ先輩の髪の毛崩れるって。私が取る。ダメ、私が取る。ダメ、私。おい、くだらねえ髪の毛の話なんて後でしな。はあ、はあ、てめえ早く謝ってください。ジョウスケ君は髪の毛のことを言われるとすぐ切れるんです。何もてめえをけなしたわけじゃ。まずい、奴のスタンドが来る。え、何が起こったんだ？何も見えなかったぞ。見えるか、ジョウスケ。これはスタンドと呼ばれるものだ。スタンドはスタンドを使うものにしか見えない。スタンドだがなんだか知らねえけどよ、この自慢の頭をけなされるとムカッ腹が立つぜ。やれやれ、こいつマジで危ねえやつだ。何？その間に。ジョジョ先輩、先輩大丈夫？やかましい。俺は女が騒ぐとムカつくんだ。はい。